吉野さん、お金があるリスクとお金がないリスクってあるじゃないですか。やっぱり人生のリスク回避のためにお金がたくさんあるといろんなリスク回避できると思うんですよ。例えばね、食べらんないリスクをお金で回避するっていうのもありますし、安全のリスクもお金で回避できますし、まさに堀江さんはお金があるから運転手を雇って自分で運転しないっていうことで、交通事故を起こすリスクを回避してるわけですよね。本当に一貫してるなと思います。で、私もホームセキュリティを入れようと思ったら毎月5000円とか1万円いるんですよ。当然そういうことも考えますよね。で、車のリスク、保険高いの入ってます。で、駐車場にも鍵をつけてます。所有すればするほどリスクは高まりますけども、所有しないリスクもあるわけですよ。車がなければいろんな行動が制限されちゃったりね。私なんて田舎なんでタクシーそんなにいるわけじゃないですよ。それこそ1時間待っててもタクシーは1台も目の前通りません。そんな環境です。以前広島市内にいる時は自分のマンションから出て10秒以内にタクシーを5台以上見つけることができたんですよ。そのぐらい違うんですよね。で、リスク。低価格のものを食べるリスク。ね、キャノーラ油っていうのはありますけども、あれにはなんかね、すごいリスクが高いっていうことなんで、なるべくリスクが下がるオリーブオイルの、しかも厳選されたやつを選んで買ってますけど、高いです。値段は5倍ぐらいします。でも生命のリスクを考えた時にそれを少しでもお金でヘッジしようと思って、お金をつぎ込んでますよね、そこに。他にも様々なリスクがあるわけですよ。それこそ蚊取り線香を買わないと害虫が寄ってくるリスクが高まりますしね。エアコンを入れないと寒かったり暑かったりして不快になるリスク、不快になれば思考が滞ったりしますからね。精神も弱くなるということもあります。だからお金があるリスクとお金がないリスクを考えた時に、お金がないリスクの方がお金があるリスクよりも高いんで、やっぱビジネスでお金を稼いでいくってものすごいリスク回避になると思うんですよ。それでもリスクは残りますし、お金を稼ぐ過程でリスクはつきまといます。でもお金を稼がないことによるリスクよりは随分少ないと思うんですよ。ね、お金が稼げたら防御のためにお金を費やすこともできますからね。でもお金ないとね、本当に強盗入ってきたら終わりですよ。それこそこれからの時代、もっともっとお金がない人に辛い時代が来ますからね。で、どうするのって話ですよね。国からお金もらうの待つのってことになりますけども、待ってど暮らせどもらえないですよね。で、みんなで運動を起こしてお金を出してくださいっていうのをやるかと思ったら、でもやらないと。だから本当にね、行動しないリスクっていうのは高まるばっかりですよね。ちなみにね、私ね、いろんな政治運動をする中で、YouTube で発信すると、ものすごく頼まれるリスクっていうのもありますね。結構ね、久保さんだったらできるよって励ましてくれるんですけども、いやいや、俺一人かみたいなね。そんなこともあります。別に嫌じゃないんですけど、そういうのがね。ということで、目立っていけば目立っていくほど、社会的な責任を持っていると勘違いされるリスクはあります。なんか有名税ってありますよね。有名人は叩かれてもしょうがないみたいな妙な理屈がありますけども、いや、有名人だから叩かれてもしょうがないってことは私ないと思いますよ。それは有名じゃない人が有名である人を叩く口実だと思うんで、それは一人一人ね、人権を持った人間だってことを忘れないようにした方がいいと思いますよね。だから有名人は叩かれてもしょうがないみたいなことをもしね、言ったり思ったりすることがあるとすると、それはちょっとやりすぎだと思います。もちろんね、有名人が叩かれてしまう現象はあります。それは現象はね。だからといって自分も有名人が叩かれてもいいんだっていうふうに考えちゃうのとはちょっと違います。社会的現象はあってもそれに乗っかるか乗っかんないかのまた別の問題ですからね。ということで、お金がないリスク以上に怖いものって何ですか？ということでね、今回の動画を終わります。いってらっしゃい。